mini skirt on, dip my body in glitter. Pop, pop, form sneakers, all the boys wanna picture. おはようございます。今日は髪の毛を今から染めに行ってきます。美容室に行くんですけど、ちょっと雑談メイクみたいな感じで撮っていこうかななんて思ってます。ちょっと髪の毛何も今やってなくてボサボサですごいんですけれども、メイクしていきます。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、じゃあメイクやっていきたいと思います。まずは日焼け止めを塗りましょうね。日焼け止め本当に塗るのめんどくさいんですけど、本音を言うとやっぱ大事だなって思うので、将来のために塗ります。最近もう結構暖かい日もあって、どんどんなんか日差しの強さを感じているので、いよいよこの時期が来たと思って。私は夏が四季の中だったら一番嫌いなんですけど、まあでも夏の雰囲気とかはすごい好き。なんかこう日も長いしさ、街が明るい感じはすごい好きなんですけど、もう暑さだけが本当に勘弁していただきたい。小さい頃はこんなに暑くなかった。絶対に最近バグってますよね。おかしいですよね。じゃあ下地塗ります。今まあもう5月ですよ。早くないですか。ちょっと本当に毎年言ってるけど、本当に早すぎてびっくりしてる。だってもう1年の3分の1が終わったって考えたら恐ろしすぎるんですけど、でもなんか振り返ってみると長いなっていう風にも感じるんだよな。本当にこれ不思議で、もう4ヶ月経ったのって思うと早って思うんですけど、その1234何してたっけっていう風になんかカレンダーとかを見返したりすると、その1月の記憶とかも結構遠く感じるんですよ。私年越しも結構前じゃないみたいな。あれ4ヶ月しか経ってない今だって思うんだけど、でもなんか全体を通すと早く感じる。じゃあファンデ塗ります。ちなみに今日が 10月じゃないわ、5月の11日なんですけど、明日からポップアップが東京で2日間あります。もうこれ上がってる頃には多分もう終わってると思うんですけど、やっとみんなに会えます。嬉しい。今回のポップアップはセールポップアップで、ちょっとまた詳しくね動画とかも上げようと思ってるんですけど、ブランドがリニューアルを控えているので、今回はアーカイブセールポップアップということで、過去に販売したアイテムとかを特別価格で、結構本当にドドンとセール価格でお届けできると思うので、この機会にいろんな方に手に取ってもらえたら嬉しいなって思うし、何よりもみんなに久しぶりに会えるのでとても私は嬉しいです。あのポップアップ以来ぶりかな、ミネストでやらせていただいたポップアップ以来にみんなに会える機会があるので、あ、でもディーゼルがあったか。ディーゼルさんとミュートさせていただいたので、そこでお会いした方もいるんですけど、あれはまあ名古屋だったので、ちょっと今回しかも東京と大阪でやらせていただくので、大阪でこうやってなんかイベントっていうか、みんなに会える機会を作れたのが多分初かな。まあ、メンバーも初だし、ポップアップできるのすごく楽しみです。結構毎回ポップアップの動画だったりとか YouTube で上げてると思うんですけど、それを上げるたびに割と大阪でやってくださいっていうお声をいただくことが多くて、私ももうずっとね動画でも言ってたけど、ずっとやりたいって言ってたんですけど、もう今回のそのポップアップで行かせていただくことになりました。嬉しい、超楽しみ。大阪は26、27かな、金土であるので、ぜひ予定がある方はお越しください。待ってます。だから多分そうこうしてる間に5月があっという間に終わる気がします。じゃあアイシャドウを塗っていきます。まずはこの明るいカラーを塗っていきます。あ、ちなみにこのねネイルなんですけど、この前ルナちゃん、クリス・ルナちゃんが結構定期的に会ったりとかしてて、でまあちょっと久しぶりだったかな、この前は久しぶりに会ったんですけど、私が、まあ、3月誕生日だったので、お祝いさせてくださいって言って誘ってくれて、そう一緒にご飯に行ったんですけど、もうめっちゃマシンガントークで超話しまくったんですけど、その時にねこのポリッシュ、ネイルポリッシュをプレゼントでくれて、私がこうポリッシュデーっていうのを知ってくれてるのも嬉しいし、しかもねなんかしなちゃんが持ってない色をと思って、インスタめちゃめちゃ見漁りましたって。嬉しい、本当に可愛いっていうか、インスタめちゃくちゃ見漁って、もう爪めっちゃアップにして、この色持ってないかな、この色持ってないかなって考えてくれたみたいで、めちゃめちゃ嬉しかった。すごい可愛いんですよこのラメ、なんかちょっとねグリーンっぽくてね、めっちゃ可愛い。ありがとうルナちゃん。じゃあ次これ塗ります。
で、何の話だったっけ。あ、そうだ、5月ももう絶対あっという間に終わっちゃうな。で、気づいたら6月みたいな。6月ってあの梅雨だから私すごい憂鬱なんですけど、このジメジメした感じが本当に苦手。みんな苦手カードです。みんな一緒か。あ、でもね、私そうだそうだそうだ、ちょっとその前にこの濃いブラウンを下目尻に塗ります。そう、私ついに海外旅行の計画を立てました。やった、マジで嬉しい。本当何年ぶりですかね。最後に行ったのが2020年ぐらい、セブかな、最後に行ったの2月ぐらいに行ったんですけど、あ、違うわ、ロスか、ロスだったか。3月に行ったのかな。それぶりです、マジで。そう、6月にね、海外に行きます。まあもうインスタでやってるからあれなんですけど、まあ韓国にちょっと行こうかなと思って、もうずっと行きたくて韓国。最近私韓国ファッションっていうか、結構韓国のファッションブランド、前にもとあの購入品とかでも紹介したと思うんですけど、韓国のファッションブランドが気になっていて、やっぱすごいこうトレンドに敏感な国だと思うので、そういったトレンドの洋服とかもすごい見つけやすかったりとか、あとデザインとかもすごい可愛いし、とても気になっていて、着たお店とかもすごいあって、だから今回の韓国旅行は結構そういうファッション系をたくさん回りたいななんて思ってます。でも久しぶりの海外なので3年ぶりとかだから、近いところでみたいな、とりあえず近いアジア系で行けたら行きたいなと思ってて、で韓国私はもう何回行ってるんだろう、結構な回数、4、5回ぐらいかな行ってるので、韓国だったら一人でも行けるかなと思って、今回はね一人旅をしようと思います。人生初の、日本でも一人旅したことないので、人生初の一人旅を韓国で行こうとしているっていう。まあでも向こうにあの今住んでる友達がいて、その子には一応連絡していて、だから向こうでガッチしようとは思ってるんですけど、でもちょっとまあドキドキもあるけど、まあ、でもすごい楽しみ、やっと行けるので超楽しみです。なので皆さん随時みんなのおすすめ、韓国のここ行った方がいいよみたいな、私ももう行くって決めてからはすごいいろいろ気になるお店とかピンしたりとかしてるんですけど、もうたくさん受け付けてるのでおすすめ。コメント欄とかに残してくれたら嬉しいな、見返せるし、みんなもこう韓国旅行行くときとかに参考になると思うので、よかったら何かおすすめの場所とかがあればぜひ共有してください。じゃあマスカラを塗っていきます。今日はちょっとブラウンにしてみようかな。抜け感抜け感てかね、あの私ちょっと最近悩みがあって、一つではないんですけど、ちょっとなんかみんなに話したいなって思ってる悩みがあって、多分共感してくれる方もいると思うんですけど、あのね、私中学校の頃運動部だったんです。バレーボール部で結構まあちゃんと部活やってて、やっぱその中学時代の部活、まあ、高校もそうなのかな、私高校はなんかそんなちゃんとした部活って言ったらあれだけど入ってなかったので別にだったんですけど、やっぱ中学校とかってなんかこうすごく上下関係みたいな世界じゃないですか、まあ、私の中ではそういうイメージがあるんですけど、先輩見つけたらとりあえず元気よく挨拶みたいな、こんにちはみたいな、本当今思えば大事だけど、そこまでする必要あったのかなって思うけど、その当時はもうそれが当たり前でやんないとまずいって思ってたのでやってたんですけど、なんかその運動部あるあるだと思うんですけど、そういう礼儀だったりとか上下関係みたいなのがすごい、もうその何て言うんだろうな、人間、まあ人として成長する時期、そういった中学校とかの時期にちゃんとしっかり意識していたことで、良くも悪くもそれがめちゃめちゃ根付いてるんですね。どこ行っても礼儀正しくしなきゃとか、上下関係しっかりしなきゃみたいな考えが私の中で多分自然と、もう無意識なんですけど強くて、1歳でも1学年でも上の先輩の方とかにすごく気を使って話しちゃうというか、まあ、特に初対面の方とかだとタメ口でいいよって言ってくれる方もいるんですけど、私からしたらそれが無理すぎてもう1歳でも年上だともう敬語になっちゃうんですよ、自動的に。まあ時間重ねて結構長くお付き合いしてる方とかだったらまだいけるんですけど、なんかもうその年上には敬語みたいな、それが強すぎちゃって自分の中で、全然タメ口でいいよって言われてもいやーみたいな、いやでも年
しみなんでってなっちゃうんですよね。だからそれがね結構最近悩み私は別にそんな苦痛ではない、苦痛っていうか辛くはないんですよ。それがデフォだったので、だからもう当たり前だと思ってやってることではあるんですけど、その相手からしてすごい気使われたりとかすると逆に気使うし、なんて言うんだろう、接しづらいまではいかないけど、とりあえず向こうにも気を使わせてしまって距離が縮まらないっていうか、気楽に話せないなっていう風に思うんですよ。なんか実際に私が結構まあ年下の子とも仲良かったりするんですけど、なんかそういう子とかにこうなんかすごく敬語とかで、あそうですよねみたいな感じで気使われたりとかすると、まあ、嬉しいんですよ、もちろん嬉しいんですけど、なんかちょっとこっちも気使うなっていうか、逆にこうフランクに来てくれた方が話しやすいかったりとかするしっていう風に自分が思ったんですよ。そのこっちの立場だと人によってはちゃんと上下関係したいとかいう方も多いと思うんですけど、割とフランクに行けた方が距離も縮まるしより仲良くなれるしと思って、なんかそこのうまいコミュニケーションが取れなくて、私がそれが最近悩みなんですよ。私結構そのどこ行っても本当礼儀正しいよねとかよく言われるんです。まあそれは別に悪いことではないと思ってるし、まあ、それによって得することっていうかいいことももちろんあるとは思うんですけど、友達とかこう距離を縮めたいっていう仲良くなる上で年上だからみたいな考え方って結構邪魔になってきちゃうなと思って、それがね最近の私の悩みしょうもないかなこの悩みって。でも多分悩んでる方も多いと思う。それこそなんか社会人とかになって今までみたいなその学生の時みたいに上司とかにタメ口使うとはあまり思わないけど、なんかこうなんて言うんだろう、全然こうフランクな職場だったりとかした時に硬かったらそれが逆に向こう相手にも負担になっちゃうんじゃないかとか、多分悩んでる方もいる気がしなくもないから、分かってくれる方もいると思うんだけど、分かってくれますこの気持ち。なんか私もまあこう SNS とかで今度ご飯行きましょうとかなることもあったりするんですけど、そういう時にやっぱその昔からの潜在意識というかが勝手に出てきちゃって、年上の方とかだったりすると知らないうちになんか気を使っちゃってるんだろうなと思って。私中学校の時ね、先輩に混じってやってたんですバレーボールを。もともと私小学校3年生ぐらいからなんか地元のクラブチームっていうかみたいなのに入ってて、普通にこう習い事としてバレーボールをやっていたので経験があったから、先輩に混じって私後輩一人でみたいなやってた時があって、なんか多分それもあるんかな。なんかやっぱ練習試合とかだとこう同じ学年の子、私と同い年の子とかとこう弁当を食べる時間も違ったりとかっていうので、結構その先輩の中で一人みたいなことが多かったんですよ。そうだからなんか余計にっていうか、多分その先輩だからみたいなのがすごい強くなっちゃったのかなって思うんですけど、大人になってその考えって大切な時もあるけどちょっと邪魔をする時もあるなっていう風に思いました。年上の方に苦手意識があるとかっていうわけではないんですけど、ただただ私が気を使っちゃってチークします気を使っちゃって距離を作っちゃってるみたいな、それのうまい打開方法があれば教えてください自分次第だよな。でもこんなのタメ口が全てってわけではないですけど、もちろんそのなんていうの、距離感、敬語だとどうしても距離感があるから難しい、本当に難しいですよこの上下関係というものは。絶対悩んでる方も多いと思う。よし、じゃああとちょっとでもメイクも完成します。ちなみにそんなに時間がないので今日ちょっと急ぎ足でパパッとやっちゃいましたが、美容室に行くときはでもやっぱいつものメイクかな。あんまり冒険とかはせず、毎日メイクもね詳しく紹介動画撮りたいなんてずっと思っててまだ撮れてないんですけど、毎日メイクってでもなんか面白いですよね。こう私は YouTube やってるから動画としてこうずっと残していってるんですけど、やっぱ全然違うもんな、どん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 変わっていくから面白い。よし、じゃああとはリップだけか。リップは今日はどうしようかな。ちなみに今日カラーはね、まあ、また同じ感じで、これ今ちょっと明るくなっちゃってきてるんですけど、ちょっとだけもう少し暗いトーンの柔らかい感じのアッシュベージュっていうのかなにしていただこうと思っております。私秋ぐらいにまたジンジャーレッドっていうかジンジャー系のカラーをやりたいなって思ってて、あ、ちょっとリップはこれにしますね。マックのポッシュフィットの前にリップ下地を塗ります。そう、ジンジャー系のカラーやりたくて、
前回もう秋ぐらいだったかな確かに、あのレッド赤木をやったんですけど、それがすごく好評で、私もすごく気に入ってたんですけど、赤ってやっぱ維持が難しくて、どんぐらいだろう、3ヶ月ぐらいかなやったのかな、赤も。あれ私すごい気に入ってて、もう一回やりたいなって思ってる。もうちょっとオレンジ味の強い赤にしようかなとか思ってるけど、可愛いんだよな、ああいう色。そうだから秋ぐらいにまたそういうカラーにしようかな。夏はどうしようかなって悩んでます。もしかしたらそれが早まるかもしれないし、ちょっとまだ悩み中なんですけど、とりあえず今日はいつもと同じ感じで、ちょっと暗めのハイトーン、アッシュベージュっぽいカラーにしてみようと思います。またちょっと染めたら動画回そうかな。ということでメイクは完成いたしました。なんか今日アイラインが不調かも。よし、じゃあ着替えてきます。はい、ということでこんな感じで着替えてきました。今日は黒 T にジャージスカートに、まあ、髪の毛は今から美容室行くので何もやってないので帽子をかぶっていきます。最近私こういうなんかニット素材のベレー帽みたいなやつを探してて、これサマーニット素材なので夏とかでも全然かぶれるような感じなんですけど、カシラで見つけたので最近ゲットしました。この帽子かわいい。でバッグはサンローランので、シューズはあのサロモンのシューズを履いていきたいと思います。はい、ということでこんな感じで準備完了したので今から行ってきます。ニューカラーお楽しみに。バイバイ。じゃん、ということで染めてきました。いかがですか？さっきに比べると結構暗めになったかなって思います。まあ、でもなんか暗すぎる感じにはしたくなくて、いつもはシュベージュ、暗めのベージュみたいな感じでお願いをしております。でレイヤーもまた切ってもらってより目立つ感じになりました。で前髪も切ってもらいましたっていう感じです。嬉しい。ちょっと今日天気がなんか不安定な天気で、日中あの雨降ったりとかもしたのでちょっとボサボサになってしまったんですけど、こんな感じでやっていただきました。今回もみさとさんにやっていただいております。結構私のインスタとか見てお願いしてくれる方も多いみたいで、私もとても嬉しいです。渋谷にあるんですけど、ぜひみんなも行ってみてください。はい、ということで今回はこんな感じで Get Ready With Me みたいな感じかなで動画を撮ってみました。ニューカラーにもしてとても嬉しいです。明日からポップアップが始まるので、その前にちょっと綺麗にしたいなと思って今回お願いしました。じゃあ明日会える方は会いましょう。ポップアップ楽しみたいと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。